パソコンのモニター設定を変えたので、動画編集での使い勝手を試すために、庭の柿の木を撮影して動画編集しました。梅雨ということもあって、草が伸び放題になっている状態です。柿の木は向かって左の東側に植えてあります。手前にあるのは、自然発生した山芋です。去年までは夏から秋にかけて、ムカゴを採取して食べていました。柿の実は、熟すのを待っていると、一人では食べきれないので、青い状態から収穫を始めています。青い状態の柿でも、甘みは少ないですが、美味しく食べられますし、ピザトーストなどに使って加熱することにより、柿は栄養価が良くなるそうです。他の利点として、青い状態での早めの収穫は、柿の実が落下してしまう確率が低くなって、収穫量が上がるということもありますので、僕は柿の実を間引くような適化はしていません。過去のブログを検索したら、去年の青い柿の初収穫は9月20日でした。今年は去年よりも実が多めなので、少し早めに収穫を始めようと思っています。今までの柿のサイズは、熟した時に直径がおよそ8センチメートルなので、8月から9月にかけてサイズを見ながら初収穫をしようと考えています。現在の柿の直径はご覧のように5センチメートルほどですね。初収穫はまだまだ先のようですが、近いうちに試しに1個ぐらい収穫して味見してもいいかもしれません。モニター設定はブログに書いたんですが、Linux パソコンの画面スケール指定を変えたので、動画編集の操作性を確認するために、この動画を編集してみました。結果は今までよりは良くなった気がします。